西鉄バスジャック事件は2000年5月3日に発生した当時17歳の少年 A によるバス乗っ取り事件である。本件は西鉄高速バス乗っ取り事件や佐賀バスジャック事件と呼ばれたが他にもインターネット掲示板の2チャンネルに犯行予告の書き込みが残されていたことからマスコミに注目されその書き込み時のハンドルネームから ネオムギ茶事件とも呼ばれた。2000年5月3日12時56分頃、佐賀第二合同庁舎発、西鉄天神バスセンター行きの西日本鉄道の高速バス、若くす号式は、帝国通りに佐賀第二合同庁舎を出発した。西鉄天神バスセンターには14時6分に到着する予定であった。 荒尾営業所8530ところが発車後の13時35分頃、九州自動車道の大財布インターチェンジ付近で、歯渡り約40センチの牛頭を持った A が、運転手に牛頭を突きつけ乗客に対し、天神には行くな。このバスを乗っ取ります。お前たちの行き先は天神じゃない。地獄だと言いながら、バスを乗っ取った。A は、 西鉄天神バスセンターに行かずに、九州自動車道をしばらく走行するように運転手を脅し、乗客に対して様々な指示を繰り返した後、最後にカーテンを閉めるように指示。その後、山口県の山陽自動車道に達するまでに、乗客3人を切りつけ、2人が負傷して、女性1人が死亡した。日本のバスジャック事件において、人質が死亡した初めての事件となった。 金融機関や航空機、タクシーなどと異なり、当時のバスには内部の異常事態を密かに外部に知らせる仕組みやマニュアルがなかった。乗務していた運転手によると、ハザードランプの点灯やパッシングをするなどの行動によって外部に異常事態を伝えようとしていた。通報があったのは北九州市も軸の九州自動車道、新文字インターチェンジとされている。 対抗する車両の運転手が気づいていた貝中は、公になっていない。この頃、西鉄佐賀自動車営業所では、西鉄天神バスセンターに到着しない当該バスに、対し、署内から何度も、無線で、当該バスに応答を求めていたが、応答がなかった。無線は、文字区あたりまでが、更新可能エリアだったため、山口県に入ってしまうと無線が途切れる。 可能性が高かった。日鉄は15時30分ごろ、本社内に対策本部を設置して、約20人が情報収集に当たったが、この時点では、まだ何もわからず、さらに乗っ取られた高速バスの若く都号は予約制では、ないため、乗客の身元の確認に時間がかかった。また、当日は博多ドンタクの期間中で、バスセンターや高速バスの利用者も多かった。 バスは九州自動車道から関門橋及び中国自動車道に入った。この時点では山口県警に事件は周知されており高速道路交通警察隊がバスを追尾していた。警察が追尾を開始していた頃山口県の小郡インターチェンジ付近で走行中のバスから高速道路に飛び降りて負傷している乗客を警察が 発見し、乗客一名を救出。この乗客の証言によって、警察はバスで負傷者の発生を把握することとなった。バスは、山口ジャンクションから、山陽自動車道に入り、下松市の下松サービスエリア付近では、警察車両に行く手を阻まれ、減速したバスから身を乗り出した、乗客一人が、警察に救出された。この頃には、マスコミ各社も、 事件の報道を開始しており、この男性乗客が救出される瞬間はテレビでも中継された。警察は山口県での解決を断念して封鎖を解除し、バスを広島方向へ走らせた。その直後、A は逃げた乗客の見せしめとしてさらなる強行に及んだ。バスは広島県に入り、広島市浅南区の武田山トンネル付近で、 男性客全員を解放した後、東広島市の沖屋パーキングエリアに入り数時間、停車した。ここで警察の説得によって A は差し入れを提供するという条件で負傷した、人質3人を解放したが、うち1人はすでに失血死していた。こ着状態が続いた後、A はバスをそこから次のサービスエリアパーキングエリアである、小谷サービスエリアまで向かわせたが、 ここでも長い膠着状態となった。ここで、広島県警は、食料や、簡易トイレ、毛布などを乗客に差し入れた。A の両親は説得のために、現場へ向かったが、しかし A はこれに応じることを拒否した。バスが停車中の小谷サービスエリア近くでは、福岡県警と大阪府警の特殊部隊によって、突入任務を帯びた、機動隊員と、機動捜査隊員に、 即成の訓練並びに頭上演習が施されていた。事件発生から15時間半後の4日午前5時過ぎ、小谷サービスエリアで停車中に、警察官による説得中に手袋を路面に落とすという突入の合図を受けた15名の隊員の突入により、A は、 重法刀剣類所持等取締法と人質による強要行為等の処罰に関する法律のこれら二つに違反で逮捕された。この突入で機動隊員一名が A に左足を切りつけられて負傷した。この様子はテレビで生中継された。A がネオムギ茶の固定ハンドルネームを用いて犯行前にインターネット掲示板にチャンネルに書き込みを行っていたことや サットが出動したことで話題となった。サット隊が突入する際、音響手榴弾が日本で初めて使用され、以後の人質牢状事件で広く使われることになった。その後、A に対しては、佐賀家庭裁判所で医療少年院への送置が決定した。2006年2月1日、A が同年1月中に仮退院していたと報道された。A は、 社会復帰への訓練を始めたとされる。A は中学校でいじめに遭遇し、家庭内暴力で家族を悩ませた。親は学校にいじめの相談をするが、学校や教育委員会はいじめの事実を認めなかった。高校受験が目前に迫った1998年1月、A はクラスメートたちの挑発を受けて踊り場から飛び降りるも着地に失敗して、 腰椎損傷の重症を負って入院。病室で佐賀県立知園館高等学校を受験して合格したが入学後は交付が合わないという理由で9日だけ登校し5月にすぐに中退してしまった。不登校となった A は大研を目指していたが親にパソコンをねだってにチャンネルに寝食を忘れるほど熱中し家庭内暴力がますます悪化していく。 飼い犬を叩き、父親に、名古屋や大阪などへの日帰りドライブを頻繁に、強要した。周辺住民も、A の妹の悲鳴も聞いている。危険を感じた親が、警察や、精神科病院に相談するも事件を起こさない限り対処できないと、双方から断られてしまう。そこで、親は、最後の頼みの綱として、頻繁にテレビに出演し、著書を出している。 精神科医の町沢静雄に連絡を取って相談。町沢は親にも A にも一切面会しなかったが、親からの要請を受けて2000年3月5日、佐賀県警と国立非善療養所に電話した。非善療養所はすぐに A を医療保護入院をさせた。入院が決定した際、A は親に対して絶対に許さないと怒りを露にしたが、実際に入院すると、 医療スタッフや他の入院患者たちにも、礼儀正しく、家庭内暴力で家族を悩ませていたとは思えないほど、しっかりしていた。やがて、A や親と医者との話し合いの上で、A の外出許可が出された。病院に帰ってから、愛知県で、高校生が老夫婦を殺傷する、豊川市出殺人事件を知り、A は、主機にこの高校生を褒めたたえ、 自分も早く彼のようになりたいと書いた。この手記の内容を全く知らなかった医者は、A の外泊許可を出した。帰宅した A は、当初、自分がいじめを受けていた母校の中学校において、無差別殺人を行う計画だったが、ゴールデンウィークで休校だったため、バスジャックに目的を切り替え実行に至ることとなった。事件後、町沢は、 マスコミや著書を通じて、A や親を擁護する一方、非善療養所を批判した。これを受けて、非善療養所の記者会見では、委員長が A に一度も面会せずに、テレビや雑誌で、非善療養所に対する批判を述べていた町沢に、対して、こういう態度は、臨床医としてあるまじき行動であり、町沢精神科医に起こり、浸透に発していると述べた。 後日、町沢の態度は、精神科関連の学会や、家庭内暴力関連の団体から厳しく批判された。2000年、町沢は、論座7月号から10月号にかけて、事件の対応について、八幡洋と論戦を繰り広げた。犯人の少年は2チャンネルが創設されてから間もない頃、キャットキラーという固定ハンドルネームを用いて2チャンネルに、書き込みを行っていた。 しかし、発足間もない当時の2チャンネルではコテハンの存在が嫌われており、コテハンがしつこく居座るスレッドにはいわゆる嵐が行われ、コテハンの発言を意図的に遮っていた。当時は、モナーやギコネコといったアスキーアートも浸透していなかった。これを不愉快に受け取った A は、キャットキラーを名乗り、ギコネコを貼り付ける匿名ユーザーに対し、 挑戦的な言動を仕掛けた。2チャンネルというコミュニティで煙たがられることに逆上し、わざと居座ることで、匿名ユーザーの感情を逆撫でして、無意味な書き込みで、スレッドが回転することを煽った。そのうち、1000レス目を取った方が、勝ちという勝負を提案した A は、1000レス目に至るまで、短い書き込みで、自分の名前、キャットキラー入りの投稿を繰り返したが、 999レッスン目の後で1000、1000、1000、1000、僕の勝ち。という比較的長めの投稿を書き込んでいるうちに、他人が1000レッスン目を書き込んだ。当時は1000までのレッスン数制限は設けられていなかった。ため、A の書き込みは1001レッスン目となった。これに逆上した A はバリ増減を書き込んだ後で、キャットキラーの名前を返上することを宣伝した。 七死に戻ることを予想していた匿名コミュニティの意思に反してキャットキラーからネオ麦茶に改名するとコテハンを名乗り続けることを宣言し余計に反感を買う。さらにネオ麦茶というスレッドを立てて書き込みを募ったが匿名ユーザーたちからの反応は死ねと言われたいんですかなどと素っ気ないものであった。このスレッドに A は 友人からの書き込みという名目で、彼は精神病院に入院しましたと書き込むが、A は普段から友人がいないとこぼしていたためこれが本人の書き込みであると噂される。実際、A はバスジャック犯行前に精神科病院に入院していた時期があり、犯行時は仮退院中という扱いであった。仮退院の翌日、A は 近くのホームセンターで包丁を購入した時に再び、ネオムチ茶のハンドルネームを使い、2チャンネルにスレッドを立てて、ひひひひひとだけ書き込みを残す。これが事実上の犯罪予告とみなされ、2チャンネルに対するマスコミの批判的な報道がなされた。後に、当時2チャンネルの運営を行っていたひろゆきは、雑誌の取材に対して、警察から、 IP アドレスの確認とか一切なかったんですよ。多分彼が自分で書いたと自白もしてないから確証がないと語っており、A が実際に投稿を行ったかについて警察は確認をしていないことを明らかにしている。またにチャンネル内で A に対して犯罪を煽るような書き込みを何度も繰り返していた東京都内の男性が事件後佐賀県警から事情聴取を受けている。 なお、この男性は2000年に司法試験に合格して弁護士となった。ネオ麦茶の名前は、2チャンネル創設時の常連利用者で、ハンドルネーム、麦茶を称していた人物を模倣して、ギリシア語の窃盗時、目をつけたものである。早々期の2チャンネルは、様々なシステム上の不備を抱えていた。麦茶は、 スーパーハカーの一人で2チャンネルの弱点を見つけては嵐を繰り返したことから有名な小手ンとなった。この事件は本県の犯人が1997年に発生した神戸連続児童殺傷事件の犯人と同学年でもあることもあり、1990年代以降の日本の少年犯罪凶悪化を象徴する事件であるという人もいる。また、 この事件の直前には、愛知県豊川市で17歳の少年が、面識のない主婦を殺害する、豊川市主婦殺人事件が起こっており、両事件の、犯人が17歳という共通点から、切れる17歳という言葉が世間でルフされ、17歳に対する、社会的偏見を弱気した。また、犯人の世代から、理由なき犯罪世代と呼ばれることもあった。 なお犯人は上述した、神戸の事件の犯人を崇拝し、3月に、榊原生徒と署名した、犯行予告を各所に送っていた。また、バスジャック直前に発生した、同年代の少年による、豊川市事件については、事件直前の手記で人殺しをした少年を賛美する、記述をしている。素晴らしい。しかも僕と同い年の17歳とか 良い風潮だ。40箇所も刺した時の快感は、どうだった僕も今日実行する。なんか、運命的なものを君とは、感じるよ。年も、一緒、学校では優等生、ははは、佐野、P74 またこの事件は、本件の、約3ヶ月前に発覚した、新潟少女監禁事件と共に引きこもり、問題の社会的認知度を大きく上昇させた。 当初は引きこもりすなわち犯罪者予備軍であるように扱われ、事件以前からこの問題に取り組んでいた精神科医の斉藤玉樹は、後年、実情を知らずに、印象だけで語る人たちとの戦いが、まず私の仕事でしたと語っている。この事件あるいはハンドルネームを模倣した事件がいくつか起きている。日本バス協会では、この事件を機に、 バスジャックに対する統一対応マニュアルを作成し、各種の緊急連絡体制の整備を決めた。バス車両にも各種のバスジャック対策装備品の装着が進められている。また、車内の異常事態を車外から察知できるようにするため、ハザードランプの高速点滅や車両後部に設けた、非常灯の点灯、行き先表示に SOS。 緊急事態発生などと表示できるようにした。また、バスジャック保険も整備された。西鉄では独自の対策として、ヘリコプターでの追跡時に、上空から車両を特定できるよう、屋根上に車両番号を表示するようになった。その後、東急バスや、名鉄バスなどのように追随した事業者がある。ただし、西部グループの高速、観光バスでは、 総水の堤義明がヘリコプターで視察する目的で1980年代には導入している。他にも、社外への脱出が容易にできる、要一般路線バスについて、それまでの逆 T 字窓から T 字窓へ使用変更をした。西鉄は、グループ会社の全高速バス395台に、緊急通報装置を搭載し、独自の対応マニュアルを作り、 毎年訓練を行ってきた。2014年7月にバスジャックが発生したが、運転手の通報装置作動により、会社側は緊急態勢を取り、バス後部に表示された SOS110 番への文字を見た複数のドライバーからは、県警やに私鉄に通報があり、事件解決の助けとなった。広島県警察ではこの事件を教訓に刑事部捜査。 第一課に突入チーム、HRT を創設しバスジャックや人質立てこもり、事案に対処することが可能となった。シャーシは、日の、ボディは、西高が制作している。バスジャック当会社は、事件後に修復されラう営業賞8530に改版されたが、2005年に廃社となった。TBS、報道の日2021、TBS テレビ。 http://www.tbs.co.jp://houduunohi:/2021 年12月24日閲覧朝、ね oh、日覧新聞2021年12月19日付長官、テレビ欄。ありがとうございます。